お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM スポーツトレーニングカードインフィニティ2023開封動画第2回目でございます。で、第1回目の時なんかはね、結構面白かったのでね、ついね、もう1箱買っちゃいました。それではね、早速やっていきたいと思います。はい、それではね、前編の9パックやっていきたいと思います。ではね、2回目の、ね、開封動画始めたいと思います。まずは前編の1パック目でございます。卓球の早田ひな選手でございます。野球の田中将大投手でございます。で、侍ジャパンの松井裕樹投手でございます。こちらね、野球の中村奨吾内野手でございます。キラ模様でございます。スケートボードの草木ひなのさんでございます。選手でございます。柔道の時名風奈さんでございます。ちょっと映像がね、ちょっと暗いっぽく見えますが、その辺ご了承ください。続きまして2袋目でございます。プロレスの棚橋博史選手でございます。で、独立リーグの高岸博之選手でございます。シモンチーのね、コンビでございます。侍ジャパンの山本由伸投手でございます。で、スターライトですね、藤田七子ジョッキーでございます。で、バドミントンの松山奈美選手でございます。キラでございます。で、同じくバドミントンの渡辺裕太選手でございます。3袋目でございます。これテニスの加藤美優選手でございます。これはプロ野球選手ですね、沖野隆外野手でございます。で、侍ジャパンの、ね、栗山英樹監督でございます。これ当時ですよね、はい。で、これは競技カルタですね、久米原慶太郎選手のこちらね、キラでございます。で、これはスキージャンプの小林陵侑選手でございます。で、バトン、静間さん、レスリングの吉田沙保里選手でございます。4袋目でございます。飛び込みの玉井陸人選手でございます。陸上競技の北口遥香選手でございます。北海道出身でございます。これは侍ジャパンの栗林良治選手でございます。で、スターライトですね、岡田和親選手でございます。プロレスラーでございます。で、柔道の古賀俊彦選手でございます。キラーでございます。空手の植草歩夢、あゆみ選手でございます。5袋目でございます。これ陸上競技の相澤明選手でございます。これは卓球の伊藤美誠選手でございます。で、独立リーグの高岸博之投手でございます。
で、これは野球選手菊池涼介内野手でございます。スノーボードの富田せな選手のこれキラーでございます。で体操の橋本大輝、選手でございます。6袋目でございます。加藤優外野手でございます。これ女子プロ野球でございますね。でこれは、野球選手塩見康隆外野手でございます。でスターライトのダルビッシュ優選手でございます。で、栗林良治選手のこれキラーでございます。侍ジャパンでございます。で山口茜選手でございます。バドミントンでございます。で柔道の斉藤立選手でございます。お父さんがねあの偉大な斉藤仁選手でございました。7袋目でございます。鈴木健吾選手でございます。陸上競技でございます。フェンシングの江村美咲選手でございます。で野球選手の田中将大投手でございます。陸上競技の池田光希選手でございます。スケートボードの中山風奈選手でございます。体操の渡辺、これ葉月選手でございます。8袋目でございます。陸上競技の野口瑞希選手でございます。でこれは競馬ですね。藤田奈々子ジョッキーでございます。で侍ジャパンの、山田哲人内野手でございます。でスターライトですね、これね早田ひな選手でございます。侍ジャパンの山本由伸投手のキラでございます。でビーチバレーボールの坂口佳穂選手でございます。で最後の9袋目でございます。これは女子プロレスの、フワちゃんでございます。でボクシングの重岡雄大選手でございます。でこれプロ野球選手の石川昂弥選手でございます。これはプロ野球選手の内川誠一選手でございます。でスポーツクライミングの楢崎智亜選手のキラでございます。最後はアーチェリーの古川隆晴選手でございます。はい、以上で、BBM スポーツトレーニングカードインフィニティ2023の開封動画2回目の開封動画全編9袋終わりたいと思います。最初の方でね、間違ってね、10袋を出してしまいましたが、ね、そのね、1袋も含めて後編の方も9パックやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。前編の方ではね、直筆サインカードは出なかったんですが、その分後編にね、期待を寄せて、後編の方も出したいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。